はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は流玉の迷宮にこもりたいと思います。とりあえずね、3時間やってみようと思います。ちなみに今の時間を見てください。セーブしますね。今が昼の2時25分です。3時間ということは、5時25分か。3時間ちょっとみっちりこもってみたいと思います。二次コインがね結構出やすいんだけども、3時間いれば目当てのやつが出てきてくれるかな、どうでしょうか。ちなみに目当てのやつは会心が出やすいやつ、そして、骨系、そして、諸刃の剣だね。その3種類を探したいと思います。いくつ出るでしょうか。3時間いくぞ。それでは、3時間経ちそうですね。なのでこの集会で終わりにしましょう。二次コインね、あんまり出なかったかもしんない。うん、今回あんまり見てない気がする。で、金コインとあとシルバーコイン、あれはね取ってません。うん、あれを取っちゃうとアイテム欄がもういっぱいいっぱいになっちゃうので、もう虹以外は取らないようにしてます。うん、金だもんな。金はね結構出るのよ。金は結構出るけども、やっぱりね虹なんだよね。虹は出にくいな。出るときね、2個いっぺんにとか出たりするんだけど、今日はね、あんまり出てきてくれない気がする。うん。で、この周回をするときはね、やっぱり連射コントローラーだね。連射コントローラーがあると、だいぶ楽。うん。もう自分の指でね、ポチ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 やってると、結構疲れてくるもんね。もうそれを、攻撃ボタンを連射しとけば、疲れも、軽減するので、周回の時は連射コントローラーいいですね。で、このね、今の、なんだ、柱みたいなやつ。で、効果がつくじゃないですか。で、その効果で、敵が怒ったり、凶暴化したりするじゃないですか。あの時ってなんか、ね、別に強くなってもいいけど、コイン出しやすいとか、おしゃれさんが出やすいとか、なんかそういう効果もつけてもらえば嬉しいかな。何が出る？デッドエンペラー。ここでね、結構、宝石系とかを狙っていけるはずなんだけども、出ないね。出ない。で、アルケミストンのね、おしゃれさんも探してるんだけども、出ないね。どんなおしゃれさんなんだろう、あの種類は。多分帽子がなんか色が、おお来た来た、色が違ったりとかそういう感じなんだろうけども、アルケミストン、こいつらのおしゃれさんはまだ持ってないですね。で、今回の集会でおしゃれさんは結構出ました。おしゃれさんは出るんだけどね、二次コインお目当てのやつは出てこない。キラーアーマーの二次コインすごい欲しいんですよ。キラーアーマー。でもキラーアーマー出ないんだよね。キラーアーマー自体は出てきてくれるんだけども、コインを出してくれない。キラーアーマーコインを、あと残り7枚かな。それぐらい欲しい。またか。今回多いね。何ですか。無難にね、この HP が増えていくやつとか、あとフォース系だったらば、安心だよね。すごくいい。で、魔力とか攻撃力が増えて、なんか防御力とかそういうのが減るっていう呪いがあるじゃないですか。呪いっていうかバフなのかな。あれがね、もう本当にいらない。防御力下がるのはね、勘弁してほしいですね。はい。では、3時間経ちましたね。なので脱出します。それでは
戻りました。時間を見てみましょう。前回が、2時37分でしょ。で、今が、5時35分。あー、まあまあまあ。だいたい3時間だね。うん、2時間58分。やりました。では、見てみようか。コイン。入手順になってるから、下の方が新しいやつですね。おお、結構来てる。結構出てるぞ。え?こっからだ。あー、でも、ナイトファイラスこれ、シルバーだね。で、あ、そうそう、バルデバランがね、結構出たのよ、今回。あれか、会心出やすいだ。あ、ならば、バルデバランと、キラーアーマー一緒だね。そうか。なんか、金のメダルは取らないように言ったんだけども、なんだろう、勝手に取るのかな?うん、こんなに金は取ってないはずだけどね。勝手に取るのか?それとも、途中で宝箱が出るじゃないですか。あれの報酬なのかもしんないですね。まあ、虹はいくつでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10?11、12、13。おお、メタル!メタルファンド !14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26! お!いいんじゃない?おお、会心で安いだよ、こいつも。27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41! 41枚です!結構多くない?おう、自分でも驚くほど出てるんだけども、わあ、41枚も出たか。これは驚きですね。おう。はい。とりあえず3時間で、虹メダル41枚入手することができました。そしてね、おしゃれさんも見て、結構出たと思うから。おしゃれさん出てる。どう?おしゃれさんじゃない、ただただ来たやつは、ちょっとお断りをしましょう。え?あ、これもおしゃれさんじゃない。おしゃれさん違う。うん、結構出てるでしょ?あ、クイオ違う。ここら辺からか?あ、ん?あ、こっからだね。おぼろからだ。おぼろからですね。でもこいつはおしゃれさんじゃない。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15! おしゃれさんが15体で、メタキンのおしゃれさんが出たんだよね。おしゃれハットを、被ってます。これはね、多分強いと思うよ。特技3つ持ち?外れじゃん。あー、ただただおしゃれなだけで、特技微妙だね。こりゃダメだ。で、あとは、こんな感じですね。あ、でね、これこれ。ホロゴーストとシャドウ。このね、おしゃれさんがね、かっこよかったのよ。うん。三つつけてるね。帽子と、なんだ、これ、パーティーメガネ。パーティーメガネっていうの?と、羽にね、トランプの柄があるのよ。両方とも。これはかっこよかった。よし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 。三つ持ち。で、ストイックだね。ストイックとスタン。で、こっちは、おーし、よいよいよ、いいよ。で、弱体とストイック。あー、素晴らしい。この2体は多分使える。んで、キラーアーマーの剣が違うやつじゃなくって、頭に神型の帽子を被ってるやつ。神型がなんかね、王冠を持ってる。これは可愛らしい。でも、3つ?3つかよ。まあ、おしゃれだからといって、金じゃない、虹じゃないこともあるらしいのよね。なので、まあ、仕方ないっすね。あー、このシャドウも違う。結構3つ持ちっていうやつが多いんだね。
あ、これか、ロケットドリル。なんかロケットパンチしてくる、ゴールドマンいるなと思ったら、これだ、ロケットドリルを使ってたんだな。はい。なるほどね。はい、ということで、今日の、報告ですけども、3時間、流玉の迷宮に潜りましたら、虹メダルが41枚。そして、おしゃれさんが15体、仲間にすることができました。まあ、3時間やるのってなかなかね、きついよ。うん。でもその疲れを軽減するために、連射コントローラー、ぜひ買ってください。おすすめは、堀製品です。これ、別に、あれです。案件とかじゃなくって、堀製品は本当に、壊れないので、おすすめです。俺、外国製品を今までね、結構使ってたんですよ。7個ぐらい使って、7個全部壊れてるんですよ。で、堀製品は今まで3つ使ってて、1つも壊れてない。やっぱりね、安心の堀製品ですよ。はい。ということで、今日はこんな感じでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。